さあここで次回の農業日担当メンバーに宿題を出そうと思います。明日のメンバーは伊藤リリアちゃんです。リリですので、皆さんどんな質問がいいかコメントください。何がいいかな、みんな買ってくれるの、いいよ自分のやつ買って、大事なのを使って。リアルだったごめんね、ちょっとなんか何にも思いつかなかったわ今日の頭だと。ああでも そうだよね、出たんですけど、一緒になんて言うんだろう ASMR っていうのをやったので、それ関連にしようか。 ASMR みたいに、リリアへって書かない、リリエ、リリエクーボ、オッケー、こちらリリエ ASMR みたいに可愛い一言ささやいて、こちらで決まりました。リリア声が可愛いのでね、これを聞きたいと思います。はい、宿題いきますね。やばいやばいやばい。はい、前回メンバー、ASMR みたいに、ASMR みたいに可愛い一言ささやいてってことで、可愛い？じゃあ、皆さん、可愛いと思う、動物をこれからコメントにちょっと書いてもらっていいですか？その間に僕は次のメンバーへの宿題を書きたいなと思いますので。よろしくお願いします。なんかそっから選ぶわ僕が。ちょっと思いつかないので先に自分の宿題からやります。何がいい、ピカチュウ多くない、ピカチュウはでもささやいてできないので難しいかもしれない。猫、猫ね、確かに可愛いわ。おこじょね、アルパカいいな。アルパカ。ハシビロコウもかわいい、確かに。ハムスターね。あ、シマエナガ、僕めっちゃ好きなんですよ。シマエナガにしよう、じゃあ。じゃあ、クボちゃんからの宿題で、ASMR みたいにかわいい一言ささやいてってことで、いきます。シマエナガ。はい、シマエナガ、皆さんちょっと可愛いのでぜひ検索してください。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。